正しい情報が伝えられない議会頼りは税金を使って出すべきではない。居眠りから始まった市長と議会の混乱は間違いを認め正してこなかった。簡潔にお願いいたします。ちょっとそれているような気がします。それてはおりません。1億7000万5000円。説明の資料だけど、これ本会議には綺麗になる。ぜひとも修正予算を否決するように議員所信に申し上げ、委員会の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。令和6年度秋高田市一般会計予算原案に賛成し、修正案に反対する立場で討論を行います。今回の一般会計予算、これまで3年8ヶ月近い厳しい行財政改革を行ってき、その結果財政資本も改善され、将来世代への投資を具現化する新年の予算案になっております。その延長線上に現在生きている我々世代にも恩恵がついてくる、まあ、そういった説明もありました。さらには SNS による認知度を上げたことによって、ふるさと納税などの収入が上がり、未来の投資も実現できる予算になっております。そのことを含めて高くこの一般会計予算の原案に対して評価をするものです。今回の修正予算は議会広報を追加補正をし予算計上したということになっておりますが、正しい情報が伝えられない議会頼りは税金を使って出すべきではないというのが市長の発言の要旨です。私も議会頼りは必要だと考えております。30年近い議員生活の中で15年近く議会頼りに関わってきております。その時に一番心がけたことは、正確な情報を発信する、そのことを大切に行ってきました。さらに議会代理を8割以上の市民が情報源として持っておられる、そういった修正案の提案、あるいは修正案に対する賛成討論の中でそういったこともありました。正しい情報が出ない議会代理、それが市民に届くということが果たして正しい議会の行いなんでしょうか。一部議員の独善的な発信を正せない、そういった議会が真に自立した議会と言えるのでしょうか。まずは間違いを認めた上で、自立できた議会として議会代理を発行すべきだという立場でおります。居眠りから始まった市長と議会の混乱は間違いを認め正してこなかったことで、今の混乱があると思わざるを得ません。今こそ間違いを正し、その後に議会代理を発行することが私たち議会が行うべき手順ではないでしょうか。今朝ほどの税金協議会の打ち合わせで、全国市議会議長会等の確認をしたというふうに事務局から書類が出ておりましたが、提案権の侵害である場合もあるというようなことも書いてありました。首長が市長が侵害であると判断されれば裁議にかけることもできる。裁議にかかった場合の修正予算は全体が審議の対象であるから新年度予算の進行がストップする可能性はある。その場合には暫定予算を作成し専決をしなければならない。そういった大きな課題にもこの修正案を通すことによって生まれてくる、そういったことを事務局の資料を読み取る中で伺うことができました。法97条2項は、議会は予算について増額してこれを議決することを妨げないとしつつ、ただし書きで庁の予算の提出の権限を犯すことはできないと定めています。つまり議会による予算の
増額修正は省の予算提出権を侵害しない範囲を認められるというふうに書いてあります。省の予算提出権を侵害しない範囲とは、予算案に新たに勧告を加えることは原則として省の提出権の侵害になると解されます。熊田議員に申し上げます。修正案に反対で原案に対する賛成の討論でありますので、簡潔にお願いいたします。ちょっとそれているような気がします。それてはおりません。修正案に対する、はい、進めてください。はいはい、止めなかったら進みますよ。地方自治法の第97条に、議会は予算について増額してこれを議決することを妨げない。ただし普通地方公共団体の庁の予算の提出の権限を犯すことはできない。また予算の増額修正について先ほど申し上げたように庁の発案権の侵害になると解されるようなことを行わない、当然です。当該増額修正を行おうとする内容、規模、当該予算全体との関連、当該地方公共団体の行政運営における影響度等を総合的に勘案して、個々の具体の事案に即して判断することが必要である。このことは歳入歳出予算だけでなく、継続費、債務負担行為等においても同様である。さらに議会が予算修正をしようと行おうとするとき、庁と議会との間で調整を行い、妥当な結論を見出すことが望ましい。私が知る限りでは市長と議会がそういった協議をしたという記憶はありません。聞くところによると、議長個人の見解で書面によって市長にそういった提出をしたということでありますが、合議体の長である議長が行うべき取り組みではないというふうに考えております。今申し上げたように、今回の修正の増額予算には多々課題も多く見受けられます。ですとも当初予算通り可決をし、修正予算を否決するように議員所信に申し上げ、一般会計予算賛成の立場で、原案賛成の立場で討論を終わります。次に原案及び修正案に対する反対討論の発言を許します。はい、反対討論なしと認めます。次に修正案に反対し原案に対する賛成討論の発言を許します。はい、賛成討論なしと認めます。次に修正案に対する賛成討論の発言を許します。賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。これより議案第30号令和6年度安芸高田市一般会計予算の採決に入ります。本案の委員長の報告は修正でありますので、まず委員長の修正案について規律により、失礼しました、元へ委員会の修正案について規律により採決いたします。委員会の修正案に賛成の諸君の規律を求めます。はい、規律多数であります。よって委員会の修正案は可決されました。市指導委員から修正案が提出されております。修正案と議案第30号を合わせて議題とします。修正案について提出委員の説明を求めます。はい、市指導委員。はい、それでは修正予算の提案の理由から説明をさせていただきます。令和6年度の予算における修正案であります。この予算案には議会広報事業費の需要費に議会代理の印刷製本費を計上し、
予備費を減額するものであります。これまで議会活動はなどは広報誌議会代理をもって市民の皆様に報告をしてきています。今回の令和6年度当初予算案には広報誌を発行するための予算が計上されていません。議会代理の発行は議会としては行財政運営など具体的な政策の審議審査過程などを市民にお伝えする重要な手段の一つであり、当然必要と私は考えています。また秋高田市議会基本条例においても議会は議会広報誌の発行インターネット配信等の多様な広報手段を活用することにより多くの市民が議会と市政に関心を持っていただけるよう議会の広報活動を充実しなければならないと定めています。議会だよりは市民のものだと私は思っております。よって当該予算に対する修正案を提出するものであります。続きまして先に配られました配布されました修正案の説明をいたします。公議会費金額1億6811万1000円を1億7010万5000円に修正します。増額修正します。歳出合計は変わりなく193億1400万円でございます。次に一番最終ページをローランを見ていただきたいと思います。議会の活動および運営に寄与する経費1億6811万1000円を1億7010万5000円に増額修正いたします。議会広報事業費として96万4000円を295万8000円に増額修正いたします。その内訳は事業費として印刷製本費199万4000円を追加いたします。次に官能13予備費として3000万円を2800万円に減額修正いたします。その内訳は説明欄は予備費3000万円を2800万6000円に減額修正といたします。以上でございます。ちょっと訂正をいたします。一番最初の別紙のところの歳出の欄でありますが13番予備費の金額を3000万のところ減を2800万と申し上げたところを2800万6000円に訂正いたします。以上です。もう一箇所最終ページでございます。予備費の欄でございますが訂正いたします。説明欄の予備費3000万円を2800万6000円に修正、その下の事業費を3000万円を2800万6000円に減額修正いたします。以上です。大変申し訳ありませんが説明欄のところの一番最終ページでありますが予備費のところの予備費の3000万を2800
800万6000円に減額修正いたしますが、ここを事業費と記載しておりますが、これは事業費と予備費でございます。以上です。以上で説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。以上。はい、南澤委員。予算、修正予算の予算案のですね、最後のページ、議会費の10節事業費、印刷製本費が199万4000円と計上されていますが、昨年度の印刷製本費が149万6000円でした。来年、すみません、今年度の予算が149万6000円でした。で、500万円余り、来年度高くなるんですけれども、50万円余り高くなるんですけども、この理由、増額の理由をお聞かせください。委員長。はい、宍戸委員。物価の高騰ということになると思いますが、金額の根拠を申し上げます。この議会ダイルの印刷費がですね、1ページあたりの単価が 1.60円、1.6円、それからページ数が24ページといたしまして、これを1万1800部印刷して、これを年4回発行する計算で、それに消費税をかけた金額が199万3728円となりますので、この金額を199万4000円といたしました。これは事務局で業者の方から見積もりを取った金額でございます。それでここでは部数の変わりはありませんが、物価の高騰というふうに聞いております。他に質疑はありませんか。はい、熊高委員。修正案の説明をいただきましたが、書類上は訂正がありましたけれども、これは口頭で訂正したということで承認できるんでしょうか。まず1点確認させていただきます。はい、ちょっと改めて議案を整理ですね。資料だよね。休憩取って整理する、はい、今事務局と打ち合わせしましたところ、議案書を整理し打ち直して再度議案として提出し直させていただく方向でいきたいと思います。休憩取って30分ぐらいできる？30分ぐらいね。はい、整理再提出のために時間を30分取らせていただきたいと。説明の資料。最近これ本会議にはきれいになるんですよ。今日はちょっとここで暫時休憩といたします。休憩を閉じて再開いたします。現在の宍戸委員より訂正があった箇所なんですが、説明のところの修正ということで、官公に対しては議決事項で、新たに修正しなくてはいけないんですが、このまま使える資料とは議案書にはなっていますが、本会議で、やっぱし使えますので、きれいに整理したものを今から再度提出させていただきたいと思いますので、約30分間、4時まで休憩とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。休憩を閉じて再開します。
修正案についての質疑を続けます。質疑はありませんか。委員長。はい、熊高委員。提案者にお聞きしますが、私も議会代理がなくなるということを良しとする立場ではないんですが、今回予算が削除されたというのは議会代理の内容について要点整理が不適切ということで、市長の方がその議会代理の費用を正しい議会代理にしていただかないと予算計上はしないということから始まったと思うんですね。でそもそもその議会代理の要点整理が私は基本的には誤っていたというふうな認識でおるんですが、提案者はその議会代理の要点整理が正しかったのか正しくなかったのかという整理をどのようにされておるか、まずお聞きしたいと思います。答弁を求めます。宍戸委員。私はこれまでの議会対応が間違っていたとは思っておりません。以上です。委員長。はい、熊高委員。広報委員会でもこの要点整理が正しいか正しくないかという、議論が二分したということで、広報委員長も判断に悩まれて判断できなかったという経緯がありました。そういった状況の中身でも正しかったというふうに認識をされるんでしょうか。はい、宍戸委員。はい、その通りです。はい、委員長。はい、熊高委員。まず私は市長が指摘したところを正しく認識をするためにですね、判断が二分したということも含めて客観的にこれが正しいか正しくないかということを含めて第三者といいますかね、そういった判断をするような形まで持っていくことの中で正していく、その上で議会代理の予算を立てていくということが筋としては正しいのではないかというふうに思っております。というのがこの議会代理の予算を修正案を出した形でたとえ可決をされてもですね、市長としての執行権者、執行部のいろいろ決裁権限があるんでしょうけども、そこらが通ると私は予想できないんですが、だからこの修正予算を出す意味がかなりなくなってくるような気がするんですが、その辺は心得て出されたんでしょうか。はい、宍戸委員。これは全員協議会においても虚偽や間違いが確認できなかったということが証明されておりますし、市長が執行されるかどうかはこれは執行権の問題ですから、ここで私は申し上げることはできません。以上です。他に。はい、熊高委員。このままその修正予算が通ったにしても、その要点整理の候補議会代理の中身というのは基本的に変わってませんから、まずは議会の中で精査をしていくということが大事だと思います。今宍戸議員おっしゃるように基本的には候補で検討して二分した、そして委員長が判断されなかったんで議長判断したということですが、その議長判断をしたことが市長の方に書面で届けられた、その後に全員協議会に諮ったということなんで、議長の権限も含めて全員協議会に諮ることもなく議長権限で出せるということ自体が議長の越権行為だと私は思っております。議長の立場とすれば全議員の意見を集約し、その上で多数決なら多数決、そういったものを踏まえて正式な議長としての答えを出していくというのが筋だと思うんで、そういった手続きも十分にされない中で正しかった正しくないという議論をすることで結論が結局出てないというふうに私は思ってますので、この補正予算が出されてもそういった観点から状況は変わらないというふうに判断しておりますが、そういった認識をどう宍戸委員、受け止めておられますか。はい、宍戸委員。この件につきましては私の権限外だと思います。私は
今回の修正案の提案者でございますので、これ以上の答弁は控えます。はい、熊中委員。広報秋田方氏の広報秋田方の紙面について適切ではないということで、令和4年、令和5年ですかね、不認定にされております。まあ、その中身を不認定したということの部分は、その市の広報の中身にそういうところがあるという指摘の上で、不認定もされたということなんですが、まあ、基本的にはその状況とある意味似ていると思いますので、この判断をされるということになると、まあ、ダブルスタンダードという言葉が適切かどうか分かりませんが、まあ、そういったふうに私は受け止めるんですが、その市の広報秋田方の判断と今回の議会代理、この中身というのは別物だとお考えなんでしょうか。はい、宍戸委員。議会制民主主義に基づく二元代表制のそれぞれの立場があると思います。私の場合は議会議員ですから、その議会としての立場で動議を提出させていただいております。以上です。はい、熊高委員。議会としては間違ってる間違ってないという判断は、まあ、宍戸議員は間違ってないという判断されたんですが、まあ、合議制の議会でそのことを示すべきだというふうに思いますが、それは予算を、修正予算を出せば、それは議会として議論する必要はないというふうにお考えでしょうか。はい、宍戸議員。これはまたそれぞれ議会全員協議会等でどういう経過をたどるか分かりませんが、現時点では私は修正提案をしております。はい、他に質疑はありませんか。はい、質疑なしと認め、これをもって質疑を終了いたします。暫時休憩といたします。休憩を閉じて再開いたします。これより議案第30号令和6年度秋田方市一般会計予算に対する討論を行います。討論は修正案も含めての討論を行います。まず原案に対する賛成討論の発言を許します。はい、熊中委員。そうですね、原案に対する賛成の討論でいいですね。はい、丸一番の分でいいですね。はい、はい、委員長。はい、熊高委員。はい、議案第30号の原案に対する賛成、という立場、そして修正案に対する否決という立場で討論をさせていただきます。第30号の当初予算の原案、非常に精査をされて新しい未来に対する取り組みをまんべんなく網羅した、この厳しい財政状況の中で予算を作成されているというふうに高く評価をしております。その上で今回先ほど出ました修正案、これについては先ほども質疑で申し上げたように、私たち議会が正すべきことを正さずにこのまま修正予算を出すということは不適切あるというふうに考えております。たとえこの修正案が通ったにしても、執行権の問題、そういったものも含めて私たち議会が今回の議会代理の内容を正しく精査しない限り、その執行できないということも踏まえて、このままで修正案を通すということは順序が別だというふうに私は考えております。そういったことも含めて今回の修正案は適切でないということで、議案の中の修正案を含めてということには賛成いたしかねますので、議案に賛成という立場で討論をさせていただきます。次に修正案に対する賛成討論の発言を許します。以上。芦田委員。はい、私は令和6年度秋田方市
一般会計予算の修正案に賛成の立場から討論します。安芸高田市議会基本条例6条に議会は重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表するなど議員の活動に対して市民の評価が的確になせるよう情報の提供に努めなければならないと定めてあります。議会代理はその役割を果たしてきたと思います。広報安芸高田2月号の市民モニターで安芸高田市議会のアンケート結果が出ていましたが、その中で議員の活動を主にどのように把握していますかという市民モニターへの問いに対して議会頼りが 84.9%、 次に会報誌などによる議員の活動報告は 40.4% で、 SNS からの情報、議会の傍聴、友人知人からが 30% 台で続いていました。議会頼りは市民からの厚い信頼を得ていることがよくわかります。安芸高田市が誕生して3月で丸20年になり、議会頼りも80号を数えます。安芸高田市の議会情報をお伝えするこの議会頼りを一時たりとも途絶えさせてはいけないと強く思っています。私は広報委員として6年間議会頼りの編集に携わってきました。議会頼り掲載記事の編集にあたっては使用できる紙面が限られており、内容の要約が余儀なくされるものの、議会での議論の本旨を市民に伝えるために議会頼り発行前の最終稿に至るまで正確性を期し、委員全員で遂行を重ねたものとしています。議会基本条例6条に謳われている通り、議会から適宜適切な情報提供ができるよう議会頼りをこれからも充実強化していくことを願って、予算の修正案に賛成します。次に修正案に対する賛成討論の発言を許します。委員長、田辺委員、修正案の賛成の立場で討論いたします。現在市民に議会の情報を伝える手段として議会頼り以上の媒体があるでしょうか。カタログポケットや YouTube で発信していますが、議会頼りの必要性は広報安芸高田2月号に掲載された市民モニターによるアンケートで示されたと思います。内容については先ほど芦田議員が討論された通りです。私自身広報委員として3年半くらいになりますが、市民の方へ少しでも分かりやすく伝えることができるよう取り組んできました。議会は合議体です。議員同士で協議しながら少しずつですが議会頼りは改善されています。もちろん今の状態が完璧だとは思いません。これからもより分かりやすく、より正確に情報を届ける、そして間違いがあれば修正していく、そうやって市民にとって有益な議会頼りを作っていけるよう議論しながらアップデートしていくことが必要と考え、修正案に賛成します。引き続き修正案に対する賛成討論の発言を許します。委員長。はい、南沢委員。はい、修正案賛成の立場で討論いたします。議会基本条例6条第4項に、議会は重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表するなどして、議員の活動に対して市民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めなければならないとあります。その広報の手段として今の安芸高田市において紙で全校に配布する議会頼りは不可欠だと考えます。議会には自立権があり、自立権とは議会が市長や執行機関から何らの干渉や関与を受けないで自ら起立する権限であると規定されています。この自立権に基づいてこれまでも改善するところは改めてきています。2022年4月の市の広報市政の動きにで指摘されたことに対して、
議会だより第76号の12ページでお詫びと訂正を掲載し、再発防止策を明示しています。一般質問の原稿に関しても、当初は質問者本人の責任のもと誤字脱字のチェックのみで掲載していたものを、2022年12月より会議録に引用部分をマーカーして提出することを義務付け、2023年6月より原稿と会議録の内容が明らかに異なる場合、委員会判断で掲載を認めないという内容を全員協議会で共有してきています。時間はかかりつつも、自ら規律を作り改善してきております。これまでも部長レベルでは執行部による原稿の確認作業を行っていました。昨年6月に入り、市長から市長が記事を確認し了解を得るまでは発行しないよう議会事務局に指示があったと聞きました。これは自立権に対する干渉であり、市長に忖度した広報となると判断し、これ以降執行部への確認作業は行わずに委員会のみで編集を行うことを決定し、今に至っています。市長が主張する過ちという部分についても、すべてが皆同じ見解になるわけではないと考えています。新聞メディアでも、産経新聞や朝日新聞では論調が異なっています。指摘についてはまず受け止め、その上で議会は合議制ですから、合議の上で判断をする。その際意見が分かれることがあっても、誰がどういう意見で賛成あるいは反対したかをつまびらかにする必要がある。そういう時のために公の場での議論が必要で、その内容を議会だよりにまとめて届ける必要があると考えています。異論があれば市長は市長で自らの媒体で主張を展開すればよい。何を是とし何を非とするかは、最終的にはそれを見た有権者の皆さんに委ねるのが民主主義だと考えています。私は広報委員の一員として自ら律しながら責任感を持って今後も議会広報の編集に携わっていきたいと思います。